どうも皆さんこんばんは。こんばんは。奈々ちゃんです。七不思議の吉田桃です。若見信でございます。よろしくお願いいたします。ということでね、暑な今日。ああ今日はひどいですね。もうお盆過ぎてるから残暑になるの。まだ夏。いやいやもうほとんど終わりでしょ。ね。うん終わり。暦の上ではほとんど秋と言ってもいいぐらいの感じだと思いますよ。今年の夏暑かったからな。いやだってもうなんかこう照りつけるあれっていうのがたまらないですよ正直言って。もうどうなの？夏は好きなの？冬と夏どっち好き？難しい問題。あれね。あの冬ね、だってあの厚着できない人でしょう。そうですそうです、ね。だから冬になると冬の時に夏と冬どっちが好きって言われたら、はい、夏って言うんですよ。その時寒いから。はいはい、だけど今だったら、うん、冬って言うんですよ。そう。でもそれって別に実際の時じゃないから、はいはいはい、逆のことを逆張りしてるだけなんだ結局はね。まあまあまあ、ね。そう。でその時しんどいもん。ないないない。秋とか春とかなんかちょうどいい感じ。家にいたい。季節を感じたくない。感じは感じる。うん。春夏秋冬の夏は俺家って書いてるからね。春夏秋冬。夏じゃなくて、ね、夏は家、家がいいんだから涼しいんだから。まあでも俺もそうなんですよね。はい、いやねどっちかっていうと夏の方がいいですけど冬よりは。まあまあなんとなくね。でもね。うん年中俺花粉みたいなのが出てきとんすよ。花粉が飛び出す時期がね、おうおうもうだんだんと、うん、今までやったら3月とか、ねはいはい、だったのに、うん、2月になり、うん、俺もう今ね1月下旬からもう俺出るんですよ。先取りますね花粉が。すごいですね。でそれが、うん、6月手前ぐらいまで続くんですよ。半年ぐらいもう。だそれがね杉花粉ではなくてそのいろいろあるんですよ花粉が。種類がね、うん、で俺多分全ジャンル網羅してるんですよ。うんうん、すごいコンプしてんだ、はい、で6月で、うんうん、その梅雨の時期に一瞬収まるんですよ、うん、あなんか雨が降るからね。そうそうそう、うん、で夏入ってしばらくすると今度は稲とかが飛ぶんですよ、うん、ああなるほど、はいまあ、9月の収穫の時期合わせてなんかね、そう飛んできたりするね。でそれもう鼻が痒くなってきて、うん、目も痒くなってきてその後にブタクサが飛ぶんですよ。うわもういやもうだからもういい時期がなくてもう越そうどっか引っ越そうどっか、ね、そうで6月は花粉が飛んでなくて鼻は通ってるけど、うんはいはいはい、今度梅雨の時期で気圧がバグってるから首とか背中とか痛いんですよ。そうそうそう気圧しんどいって言うんだよね。そうああもう日本から出よう。11月とか10月はどう？あもう11月はそのブタクサさんがブタクサも、うん、飛んでますから、はい、あそれ無理だねじゃあ無理だ。だあ12月はギリ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 いける。なるほどね。でもこう寒なってきたら関節痛くなってくるジジイになってきて12月はまあ以外はもうじゃあどっか言いましょう。他のところにね。そうですね。それぐらいしないと。どっか行きたいな。もうしんどそうだもんね。そう、うん、多分ね多いと思うんですよ気圧しんどいとかね。あ、まあ、気圧あるそうだね。いらっしゃいますけどね。ということで、はいはい、そんな話はどうでもいいんですよ。おこれだって階段でしょ。ポポンっつって変わってますから今新しくなった。あかっこいいよねあれかっこいいんですけど僕パンズーさんにフォローされてないんですけど、はい他の人みんなされてるんですよ。僕だけ、パンズーさんからフォローをされておりません。面白いじゃないですか。ちょっとこの前その事実に気づいてしまいまして。ああそれちょっとね、悲しいよね。あ悲しいな。でもこんなん直接言うことじゃないからね。いやそうそう忘れてるだけやから。そうなんですそうなんです。嫌でとかじゃないから。だって、うん、あれですよ。俺リッキー富士さんにフォローし忘れられてるよ。ああでいやでもそういうのはありますよね。ある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 。あ多分そのあ変なあれじゃなくて。そうそう。フォローし忘れてる。こっちもあるしね。そうフォローしてもらってる人忘れるってのあるからね。パンズーさんよろしくお願いしますね。はい、このまま無視し続けてください。本当ですね。いつかね、フォローしてもらえるようにね。ということで、はい今回なんですけども、うん、ちょっと興味深い話をですね、私仕入れてきまして。あら。駅員さんからね。はい。面白そうじゃないですか。これねやっぱ専門職の中でも、うん、いやいや駅員なんてね駅員階段ってすごく僕興味深いと思いまして、はいうん、どんなことあるんだろう。で、まあ、A さんにしときますねこのお話の提供者が、うんはい、で A さんが新人車掌の時に、うん、自分の教育担当の駅員さんから聞いた話です、うん、はいはいなるほど、はい、でこの教育担当の方が新人の頃に、うん、今から30年以上前ですよね、うん、もう時90年代、はいはい、でこの舞台が中国地方なんですよ。あなるほどこの話を、はい、中国地方の、旧 S 線って言ってて僕は何線かはもう知ってるんですけどもちょっとここ伏せてくださいということなのであなるほど旧 S 線を夜ですよ、うん、回送列車にねこう乗務している時に、うん運転士からですね、うん、おい前まで来た
くれってこう呼び出されたんですって。回送電車からこう無線使ってから、うん、なるほど、ちょっと前まで来てくれって呼び出されて、うん、で、あのただごとじゃないなと思って運転席の方バーって行ったんですよ、うん、でガチャッと開けてどうしたんですかって聞いたら、うん、運転手がねこうね運転しながら、うん、おい足元見てくれって言ってるんですって、うん、なんかに引っ張られてる。いや車でよくある階段のやつ引っ張られてるっつって、うん、でそのねこの教育担当の人ね、はいはい、特に霊感が強いとかそういうのじゃないんですけど、うんうん、その話を聞いてマジっすかなんすかってパッて見たら、うん、無数の手がこうやって引っ張ってるんですよ、運転手を、うん、でうわーってなって、うん、大丈夫ですかってこう二人怯えながらなんとか目的地までついて、うん、到着してそのね列車をこう車庫に入れたっていう話なんですけど、はいはい、この旧越線はもともとお墓が連なってるエリアをめくって建てた列車なんですって。そうなんだ、うん、そうやって線路にしちゃってんだ。線路にしちゃってるからそういう風なことがありましたというね、すごいよ話で。でこの S 線なんですけども、はい、H という駅にですね、うん、ちょっと曰くがあるというか、こうね山々にこう挟まれてトンネルを抜けると駅で、駅を出るとトンネルみたいなね、はいはいはい、そういう場所なんですこの H 駅っていうの、うん、で周りに家とかお店とかもなくてね、うん、でまあ集落へこう移動するにはなんか1日数本のバスと、まあまああとはこう車持たれてる方ぐらいしかこう集落に行くこともできない、もう山あいの駅なんです。うん、でこの H 駅の近くに、愛宕山というですね、まあこれね、京都では有名な心霊スポットがありまして、はい、で、心霊系の動画でですねこの H 駅を夜中通りかかった時にこの電車の接近メロディーってあるじゃないですか。はい、ありますね。この接近メロディーが鳴ってるのにこう電車が来なかったことがあって、でそのまず下にカーが流れてて、こう飛び降り自殺が多発するエリアでもあるみたいなんです。でこのね、K 駅からですね、S 駅に行く最終電車に乗ってですよ、でこの H 駅に行くと一番前で一人でねこう真っ白な服を着た女性が降りたのが見えたらしいんですよ、この教育担当の方がね。であれっつって、女性一人でこんな最終電車に何、ね、みたいな、うん、でもともとねこの最終でこの H 駅に、さっき言いましたよね、うん、山あいの、はいはいはい、集落まで車で行かないと無理な、うん、その場所に降りる人なんて誰一人いないんですよ。なるほど。でこれちょっと気持ち悪いから、うんうん、ちょっと様子を伺ってた。まあ、その方がいいよね。で H 駅っていうのは一番前に階段があって、はい、で階段を降りて線路をくぐって反対側のホームの方に駅の出口があるんですね。なるほどね。で車掌さんの仕事としてはこうドアを閉めて出発進行の合図を送って、うん、はい、で電車から顔を出して安全を確認しないとダメじゃないですか、うんうんね、誰もいないかと。あで出発進行っつってこうね顔を出して、でこう様子伺いながら、あの女性こうね様子伺いながらこう行くんですけど、うん、電車がねゆっくり動き出しても、うん、さっきねその降りた女性がホームから動かないんですって。あれ？え？どこも行かへんの、あの人。なんでそこにいるんですか？居続けるの？なんでずっとそこにおんのと思って、うん、変な人やなと思いながらね、うん、であの電車がねこう女性を通り過ぎる時にね、うん、こう先で降りてるから、はいはいはい、電車がこう行く時にゆっくりゆっくりこうね最初出発するから、うん、こう行く時にこの女性をねこう見ながら行ってちゃったんですって。この車掌さん、はいはい、ね、教育担当の車掌さんがね、こうドゥーって見てたら、今までこううつむいてたその女性がふわーって顔上げてきて、ずっとニヤ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 しながら車掌さんの視線を追いかけてるんですって。やめてあげて。ずーっとニヤ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 してて、でもうその顔がすっごくトラウマで、もうずっと脳裏にこう浮かんだまま、もう寒気がしてきて、でこの車掌の仕事上ね、あのホームを出ると振り返って安全確認しないといけないんですよ。はいはい、なるほど。うわと思いながら通り過ぎたのに、もう一回確認せなあかんってパッと見たら消えとった。幽霊やないかいって。なるほど、ね、そこでなって、これはめちゃくちゃ怖かったよっていうね、はあ、先輩のお話なんですよ、はあ、この A さんの。面白いですね。でね、最後は回送列車運転した時の話らしいんですけども、はい、先輩からねこの
K 線っていうのと、うん、K 線の大駅、大駅、はい、これ関西の方ですね、はい、で大駅から H 駅の間にある、うん、この H 駅っていうのはさっきの話の H 駅とはまた別ね、また別の H 駅ね、はい、これちょっとね伏せないといけない、なるほど、はい、H 駅の間にあるトンネルの手前で、はい、非常ブレーキがかかって、うん、電車が止まったんです、うん、で運転士にあの理由を聞いてみたんですって、うん、なんでなんでそんな急に急ブレーキかけたんだと、非常ブレーキかけたんだって言った、うん、いやちょっと待ってくださいと、トンネルの前に人立ってるんですよ、人 なんでねトンネルの前なんかに人立ってるんですかって、もう飛び込んできてやばいと思って止めたんですよって、うん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 、必死にね弁明してるんです、うん、で非常ブレーキをかけたって言われて確認したとき、したんですけど、うん、こうあの当たってなんてないんですよ、だからね、うん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 、そんな人が当たったみたいなこともなくて、でそのトンネル自体なんですけど、実は調べてみるとトンネルの上はお墓なんですって。ああそうなんだ、はい、だから、うん、ここのそのね大駅からこの H 駅の間にあるこのトンネルは、うんうん、その運転手たちの間で未だにこの幽霊多発エリアなんです。はあ、有名なんです。有名なんです。はい、あなただけにねこれね見せてあげますね、このへー、温泉駅からこうね、おお、なんかねの間にある聞いたことあるような名前もトンネルらしいんですけども、そうなんですか。ここは運転手たちの、この関西の運転手たちの間では超有名な、知る人ぞ知る、あそこ出たよ、はいはいはい、スポットらしくて、でそんな話を忘れてたくらいの頃に、夜ですよ、はい、この K 線を走る回送列車をね担当することになったんですよ、はい、この先輩がね、うんうん、で駅を発車させてからはあの仕事がね特にないので、うんうん、まあまあそのね椅子に座ってぼーっとしてたんですって、はい、はい、特にすることもないから、うん、で電車にもよるんですけども、新しい車両にはモニターがついてて、うん、であの車両に乗っているあの人数っていうのが表示される機能があるんですって、最新。そうなんだ、はいはい、今何人乗ってますよみたいな。そう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 、すごいよねそれ ね、俺も初めて知ったんですけど、うん、でその画面がこうモニターに表示されてて、うん、で回送列車やからもちろんね、あの基本運転士と車掌の2人しか乗ってないんですよ、うん、そうお客さん絶対いるはずだもんね。そうそうそう、で電車がね大駅を過ぎます、で H 駅に向かって、その例のトンネルですよね、トンネルに入ったくらいでポン、一番手前の車両の人数が、嘘、怖、めちゃくちゃカウントされて乗ってきたよみたいな。そうそうそう、トンネルの中で普通駅でドアが開いて入ってきてここ、ね、カウンターがカカカってなるのに、ポンっつって一人増えたんです。いやこれはちょっとすごいお話ですね。で運転手はいるんですが、こう一人って表示されることはまあないんですよ、はいはい、はいはいはい、である程度こう、あこれね、ちょっと言い忘れました、こう、はい、人数少ないとカウントされないんですって。あそうなんだ。そうそうそう、これある程度乗ってきた時に10人、はいはいはい、15人みたいな、なるほどなるほど、感じなんですって、ね、はいはい、で一人っていうのは、うん、まあまずないんですよ、うんうん、と思いながらこうモニターを見てると、うん、その1って数字が、うん、一両一両ね、うん、運転席の方にこう近づいてくるんです。だからこの車両ごとにこう何人乗ってるかっていうのが、なるほど、はい、あるから、うん、でこのねちょっと走っていくと徐々に徐々にその乗っかってきたところから一個ずつ、あ怖い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 、1でまた0になって、この1みたいなこう近づいてくるんですって。うーん、でこの一番この電車のねケツ、はいはい、ケツの部分がトンネルに入りかけた時に一番後ろの車両が1になったんですって、はい、でまた乗ってきたと思って、 そうだ、うん、そしたらグッてこの自分の後ろに女の顔がここにあるんですって。いや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 、ふわってなって、そういえばここって過去に先輩が話してたトンネルだなっていう、そこでリンクしたんですって。でまあ、余談としてねいただいてるんですけども、車掌さんが人身事故に当たる確率って、うん、だいたいパーセンテージ的に宝くじ当たる確率と同じぐらいなんですって。あじゃあもう本当すごい、はいはいはい、少ない確率だよね。そうですね、うん、で、あでもこの確率で一回人身事故に遭遇してしまうと、そっから何回か続けて起きるんですって。これ駅にあるある当たり癖がついちゃった、なんかそういうのに当たってしまったっていうことで、なんか蓋が開いちゃうかね、なんか引き寄せというか人身事故に遭遇する確率が上がるんです。じゃあ会わない人はずっと会わない人もいるだろうけど、いる、当たったら、しかもねこの当たり方が尋常じゃなくて、
まあ、上りでうわ人身事故うわってなったら下りの運転で人身事故あったし、そこでもかい、そんな短期間で洗うんかいこれすごくない、これ駅員さんのね体験談としていただくからこそ分かる情報で、本当のリアルな生の声ですね。いやそうなんですよ。で、人身事故っていうのはしかもね、こうじわじわ近づいてくるとも言われてるらしくて、最初はね1日違いとか交代した後で人身事故があったのが、担当列車の前後で人身事故があって、あそろそろやなって思ったら、翌日自分が遭遇するみたいな、この人身事故って徐々に徐々に自分に近づいてくる、うん、近づいてくるんです、いきなりバッてよりはなんか前振りみたいのがちょっとあったりね。そう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 、全然普通の日に遭遇するんじゃなくて予感がするんですって。あ、なんかあれっつって2本前に人身事故あったな、俺は大丈夫かな、うん、みたいな思ってたら、ね、あれ自分の手前でみたいな、徐々に徐々に忍び寄ってくるみたいな怖いでしょ、怖いですねでもすごく興味深くてですね、面白い、まあ、面白いというか、はい、やっぱりこういうこういうところこの方からじゃないと僕たちも聞くことができない、はい、そうなんですよね、はい、リアルな生の声を届けいただける、はい、シャレ裏みたいな、いやそうです、ね、ちょっと雰囲気すら回りそうなね、うん、いずれこの方ねシャレ裏にちょっと招きましょうね、その職業の人しか知り、はい、知り得ない、いやそうですね、めっちゃ面白かった。いやだからなんか、うん、パイロットの方とかね、ありそう、ぜひもしお持ちでしたら、ね、何でもいいですよ。CA の方とかもそうです。あ、そうですね。ありそうだよね。漁業のさ、漁師さんとかさ、あるでしょう。漁師さんいない？あるでしょう。漁師さんいるでしょう。漁師さんは多分いると思うよ。ね、でそれで怖いでしょ、持ってるかどうか分かんないけど。絶対持ってるでしょう。遠洋漁業とかで行って。もちろん板子一枚した地獄だからね。何があるか分かんないから、これは。ね、新岬とかね、見た人とかいそうですし。ちょっと職業階段というのはね。そうですね。ちょっと注目したいところですね。そうですね。すごかった。というところで、以上、ナナフシチャンネルでした。ありがとうございました。